が行くと危ないような災害現場、そういったところで点検をしたりですとか、災害救助のための被災者の探索、災害現場で埋もれている人の探索、そういった情報収集に使う、最終的にはそういうことに使うために研究開発をしています。実際の災害現場は非常に過酷です。それはもっともっとロボットに引っかかりやすいようなワイヤーですとか、なかなか摩擦を得られないような布団のようなものですとか、こちらが想定していない状況でロボットが動けなくなることがあるはずなんですね。その動けなくなった時にそれで終わりではまずくてですね、その状態から復帰するための動かし方ですとか、それをサポートするような操縦のインターフェース、これが非常に重要になってくると考えて、今そういった研究も進めています。